はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はですね、皆様に用意しておけよって話です。はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はね、皆さんにこちらのこのプロテア、ちょっと珍しいね、このプロテア、このプロテアを入れた花束、そしてね、この間からちょっとね、こっちの編集ではなくてライブの方では使ってるんですけど、この変わり種というか珍しいというか日持ちするというかかっこいいアンスリウムを使った花束を作っていきたいと思います。まあこういうワイルドフラワー系はね今ねとってもねこう流行ってますけど、花束なんかにするときは結構みんなねへっちゃかめっちゃかにステムやっちゃって作ってる人も多いです。まあ雰囲気的にこうガバガバ持ってっちゃえばなんとなくこうスワッグっぽいものは作れちゃうものなんですけど、やっぱりねしっかりとした技術を持って作っていった方が綺麗なものはできますので、ぜひそのあたりをフラワー TV では皆様にお伝えしようと思います。ではね早速いってみましょう。はい、では始めていきましょう。まずねこのプロテアってねどうしてもねこの葉っぱがこう茶色く変色しちゃうんですよ、ね、だからこれは全部もう先に取り除きます。手で取ってもいいですしハサミで切ってもいいです。どっちにしても茶色く変色してしまうので、例えばこのまんまねドライフラワーにするというんであればもうこのまんまドライにしちゃうってパターンももちろんあるんですけど、成果でね見たいよっていう場合はやっぱり少しこうね茶色い葉っぱがついてるとどうしても古く見えちゃうじゃないですか。だからその部分は取り除いて作っていきます。はい、次にね、このドラセナを全部こうパーツに分けていきます。そして、まあ、これはいつもやってるんですけど必ずこういうふうにきれいに伸ばして、そして、まあ、葉っぱがねとてもきれいそうなやつ数枚はこのまんま伸ばしてこういう状態で取っておきます。あとは丸めて、ホチキスで留めてこういうような状態にしますね。はい、次にこの硫化デンドロもすべてこのようにパーツに、ね、切り分けていきます。まあその時にあんまりこのステムが短いものはパーツに分けても花束に入らないものもあるんですけど、まあ、ただねそれでもまあ硫化デンドロはその入れる場所によってだいぶねこのステムの長さが違くても使い道がありますので、全部このようにパーツに分けておいて下の葉っぱこのようにね全て取り除いておいてください。はい、次にですねこのセダムも葉っぱは今回は全部取ります。結構こうまとめて使っていくので例えば長くこうやって出す時はね葉っぱつけといてもいいんですけど、こう短くまとめて使う時はどうしてもこの葉っぱを巻き込んでしまうんですね、結束する時に。なので必ず葉っぱを取って使っていきます。次にこのバラですね。バラもすべて葉っぱは取り除きます。今回は、もちろんトゲも取り除きます。そしてこの花びらがねどうしても傷ついているところがあります。こういうところは先にこのように取ってきれいな状態にしておきましょう。はい、では始めていきます。ではね、まずプロテアを持ちます。そしたらこのセダムを周りにこのように入れつつ、ここにドラセナを丸めたものを絡めていきます。その時にこのプロテアがここのなんだろうな、お花の他のお花の中に埋もれすぎないように気をつけてください。飛び出しすぎてもちょっとおかしいんですけど、埋もれすぎるのは一番おかしいので、そこは気をつけていきましょう。こういう感じですね。ただここにまたこういうふうに硫化デンドロをね入れていきます。このね、こういうのの交互の、この間も言ったんですけど、繰り返しなんです。こうですね。で今回ね、このねアンスリウムをどこで入れるか。今例えばここで入れたら、ここで相当こうくっついちゃうじゃないですか。ここですよね。だからまだ早いんです。このねタイミングをどう測っていくかが結構難しいところですね。こういう感じですよ。ここに今度セダムグリーンを入れました。そしたらこれちょっとこうテロッとしてるじゃないですか。こういうのをこうドラセナの丸めた葉っぱで巻いた葉っぱでこう下から押さえてあげるんです。いいですか。でこの時に長いドラセナとかもこの間に少しこうやって入れてね。でこれをこう丸めて、このドラセナをこう包み込むような感じにして、ここで握り込みます。こうやって。そうすると、いつも言ってるようにドラセナのこの丸めた一つの丸めたものだけが単調に入っていくんではなくて、こう上からかぶさっていくものと合わせて、2つの動きができてきますね。こういうところが大事なんですね。でこうバラを入れます。こういうところにちょっと影にこう来るようにバラを入れたりするとかっこいいんですよ。また入れますね。でバラがこうマスで入ってく部分も出てきます。またこのドラセナを巻いたものが入ってきますね。でそろそろかな、このアンスをこうやって入れていきますね。ここにねこうくるくると回しながら、ちょっとはまりそうな感じのところにこうやって入れていきます。そしたらほら今くっつかない状態のところに入ったでしょ。今度このブラックコーンです。これをここにこうやって入れるとこうペロッとなっちゃうの分かります。そこちょっとこの根元のところをキュッキュッとこうやって葉っぱの間に入れてあげると、ほらここに入り込んだでしょ。こうなるとちょっとこうかっこいい感じができますね。じゃあ今度は反対側をこっち側を作っていきますね。アンスリウムちっちゃいのはここにこう入ります。こうバラを入れてきますね。いいですか。結構どっから見てもこうほらかっこいい。硫化電とかもこの辺りからこの底辺の180度展開ね、ここの180度展開を意識していきます。今ここが入ってないですね。こっち側がね、これを意識していかないと花瓶にね、この花束を飾った時にこれが傾くんですよね。それを防ぐためには確実にこの180度展開というところをしっかりと覚えておきましょう。これ毎回結構僕花束ね動画の時に必ず言ってるんですけど、そこがちゃんとできてないと本当にこうね、かっこいい花束なんだけど実用的にはどうかななんて言われちゃったら寂しいじゃないですか、それはね。だからそこはちょっとちゃんとねしときましょうね。この花束さ、やっぱかっこいいしさ、ビシッとかっこいいから、かっこいいだけじゃなくてもう飾った時もビシッと決まるよねなんて言われちゃったらもう嬉しいじゃないですか、そういうだけだね。だからみんなそういう風にちゃんと言ってもらえるような花束を作れるようにしましょう。どうですか？はい、いいですか？はい、こちらで完成です。では結束をして皆様にお見せします。はい、こちらで花束が出来上がりました。この180度展開って言ってたところですね、ここですね。ここがビシッとこう底辺が整うようにして、で上はこのようにオールラウンドで作ってあります。はい、こちらの花束いかがだったでしょうか。ぜひこう皆さんもね一度は作ってみてください。なかなかねこういう個性的な花材を集めて花束にするのは難しいんですけど、このフラワークッションをねきちんと使って180度展開もしっかりやっていけば割とこう簡単に、できるようになります。是非皆さんも是非作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.